皆さんこんにちは、エンビです。今回のプラネットクラフターなんですが、動物の値をちょっと進めてはいきたいんですが、こちら今 3.44t ですね。これがまだまだちょっと時間かかりそうなんで、今回はですね、水族館作ろうよし、水族館なんですが、このでっかい水槽ですね。水槽とかと、まあまあいろいろ組み合わせながらですね、水族館を作りましょう。作る場所はどこにしようかな。うん、やっぱ滝エリアに作りましょうか。せっかくなんでね。すごいここ僕お気に入りで、いいですよね。ここに作りましょう。まずは魚とかも集めないといけないんですけど、集めつつ建築ですね、していきましょう。魚あと行ってないところどっかあったな。ウォーターライフコレクター持ってるね。なんで、まだ行ってないところはキノコかな。まだここやってないですよね。ここやりましょう。ちょっとしばらく置いときましょう、ここ。やっぱプランクトン A だな。うん。作るものは水族館ですね。水族館は絶対いる。まあ、鉄かな。まずは鉄でちょっと基礎を作りながらやっていくか。とりあえず水族館ティア2の素材だけは持っとこうか。うん。うん。これで、水族館ティア2は作れる準備はできましたね。あとは鉄とかだな。よいしょ。鉄の倉庫だな。正直、これも解体していいんですけどね。ね、もうここで作れなくなっちゃってるから。やっぱ解体しちゃうか、もうこれ。あってもしょうがないもんね。もう取れないし。解体しましょう。じゃあ、これを持って、滝に行きましょう。どう作ろうかな。ここら辺で掘れるようにしとこう。鉱石抽出器ティア3ですね。よいしょ。まあ置いときましょう。で、これをちょっと鉄にしとこうか。うん。ちょっと置けるのを確かめてみましょうか。どっからダメになるとか判定がね、気になりますよね。まだここ置けるな。あ、ここ分かりにくい。置ける?あ、置けますね。置ける置ける。この中も置けるのかな、じゃあ。あ、置けますね。置けるね。いいじゃないですか。なるほど。この中にも置ける。水中水族館はさすがに許されないかな。許される許されますね、水中水族館。いいじゃないですか。そうか。これはちょっと夢が広がりますね。あー、どうしよっかな。ますます悩んでできちゃうな、これ。うん、早速降りちゃう。こっから入り口こっちにするか。入り口をしょっぱな水族館っていうのもいいですよね。おー、いいですね。グリッド置いてあげて。あ、いいですね。くっついたくっついた。オッケー。ここ扉だな。よし。ここを扉をつけて。あ、いいですね。あ、いいじゃないですか。滝が見える。真下。あとは、抽出器もう一つ置きましょう。チタニウムだ。あら、めっちゃ赤くなってるね。天窓。あんなビジュアルになったんだ、夜。じゃあ、ティア3置きましょう。チタニウムですね。置いときましょう。で、こっから先ですね。まずは、居住区置いて。で、この下って居住区置けたっけ?あ、置けるんですね。そうか。じゃあ、この下にも置きますか。よし。下から上に行けるように窓つけとこう。窓をつけて、はしごだ。はしごを作って。あ、上上がれますね。よしよし。で、こっちがガラスにしようかな。で、ここガラス張りにしましょうか。水中。あ、こっから見えますね。いいじゃないですか。あとは、こうして。あー、こっちの方がいいですね。こっちにしましょう。うん。こっちの方が皆さん来られた時いいですよね。
で、こっちにも置いてと。あ、いいじゃないですか。水族館らしいですね。こっちにも水族館置いてもいいかもしれんけど、ちょっと考えましょう、また。とりあえず、下はいいか。このまま、ちょっとあっち側、滝の中に入れるようにしたいな。楽しそうですよね、そっちの方が。そうするか。居住区。あ、できた。養魚場っていうのができましたね。あら。ちょっと気になるな。先やるか。養魚場。ちょっと素材持ってきましょう。うん。これでできますね。ちょっと滝エリアで試してみましょう。じゃあ、とりあえず置いてみましょうか。水中だよね、これ。さすがに。水中に置いて。これは？あ、こん中卵を置くのか。ちょっと卵を持ってこよう。卵持ってくるついでにちょっとキノコのとこ見てきましょうか。どうなってんだろう、キノコのところ。なんか取れてんのかな。よいしょ。あー、またここプランクトンだけだな。もうちょっと様子見ましょうか。1回目はちょっとプランクトンだけでしたね。あとのところはそうだな。よいしょ。こっちならあるんじゃないかな。よいしょ。あー、ここもプランクトンだけだ。残念。魚なかなか出てこないのかな。卵輸送ドローンに任せてもいいような気もするけど、滝エリアは入ってるんじゃない、さすがに。よいしょ。さすがに入ってるでしょ。入ってなかった。あー、そうか。今日はついてない日かな。プランクトンだけでしたね。そうか、プランクトンを輸送するっていうのもありか。あ、卵あった。あ、ここに卵ありますね。この卵を一つ持っていきましょう。よし、じゃあここに入れてみましょう。ドン。おお、なるほど、放し飼いですね。放し飼いができんのか。そうか、ちょっと待って。放し飼いできるんだったら、ちょうど今下に作ってますね、これ。ここで放し飼いしてさ、楽しんでもらいましょう、この。ちょうどいいわ。めちゃめちゃベストじゃない。こうして、ここに卵を入れて。ああ、いいですね。放し飼い。いいじゃないですか。もうこれだけで水族館でちょっと満足しそう、しそうだな、これ。いいですね。こっからまず入って、ここでちょっとお魚さんを楽しんでもらいながら、こっちに来て、滝も楽しんでもらって。で、下に降りての、ちょっと水中こう、楽しんでもらって、あ、魚がいる。ちょっと、一緒に泳ごうかな、みたいなね。いいじゃないですか。いいな。ちょっとこれ、中にちょっと魚が入ってくるのがあれだから、もうちょっとずらすか。さすがに。これぐらい。よいしょ。あ、いいですね、ちょうど。いい感じじゃないですかね。あ、いいですね。目の前、魚。絶妙なラインですね、ここ。ここ、全種類の魚置いたら面白そうですよね。魚と戯れる場所ですね。全部で今のところ11種類あるみたいなんですよね。今度の日曜日にですね、ライブ配信でちょっと魚を見つけに行こうかなとは思ってます。軽く宣伝したところで、さあ続きやりましょう。どうしようかな、ここから。あ、そうそう、ここに、そして居住区置けない。あー、下が邪魔してんな。下が邪魔してますね、これ。そうか、困ったな。ここ、そしたら扉にするか。オッケーオッケー。扉を作って。ここ、フェンス置いた方が良くない？こっちは開放的でいいけど、こっちは危ないもんね。降りちゃうと。フェンス、シリコン、シリコンもいるな。ティア3、ちょっと、
持ってこよ。シリコンもいるわ。あとコバルトもいるな。コバルトシリコンだな。2台だ、2台いる。よいしょ。じゃあここにも置きましょう、コバルト。よし、こっちシリコンにするか。よしよし。よし、扉を開けて、でここフェンスですね。よしよし、フェンス作って、あとこっからは居住区かな、普通の。あ、一旦土台作るか。グリッド、あー、グリッドがちょっといい感じになってくれなさそうだ。これちょっとダメだな。うん、ここはこれでいいかも。あー、ここではちょっと無理かな、つなげるの。上に作るか。ちょっと真上に作ろう。真上に作って、またはしごですね。はしごを作って上登ってと。扉、あ、いいですね。こっからですね、あっち側に伸ばしていきましょうか。まずはグリッドで伸ばしていくか。せっかく開放的なんだからグリッドの方がいいですよね。あれ、置けないなこれ。あ、下に干渉してるこれ。あー、干渉してんのか。もうちょっと、もっと上に伸ばさないといけないのかこれ。ここじゃないと無理ですね。そうか、ちょっと一旦あれ解体だな。一旦ちょっとこれ解体しましょう。上登ってきて、ここも開放感で、もこれでもいいな。これもいいな、開放感じゃないですか。ここもこれはこれでありか。開放感にするか。でフェンス置いとこう。ここにフェンス置いて、こっち側にも一応フェンス置いときましょうか。うん、よしよし。ああ、来た、新しい設計図、リルマ。リルマ、リルマが設計図作れたりすんのかな、リルマ。もしかしてついになさそうだ。ちょっと見てくるか。うん、ないな、さすがにないか。あー、リルマ作れないですね。作れると思ったんですけどね、設計図って書いてたから。他何かで作れたりすんの、これとか。違うな、オートクラフターにあるとか。いやー、ないか、ないですね。オートクラフターでもない。これは入れないといけないですもんね。なんか作れそうですよね、リルマ。設計図って書いてんだから作れないとおかしいでしょう。作れないのかな。バイオラボの中にありそうだったんですけど、ないですね。仕方がないな。もし作れるのを発見したらまたって感じですね。よし、続きやろう。よいしょ。よし、こっからグリッドを伸ばしていくか。あー、そうか、干渉するんだな。居住区ちょっとこっち側に作りましょうか。よいしょ。あー、隙間空いちゃいますねこれ。階段だ、階段。ここちょっと作ろう。設置して、こう登っていって、でここグリッド、こう。ああ、入った、いけた、いけた、いけましたね。引っかかんない。おお、引っかかんない、スムーズスムーズ。よし、いや、いいけどこれちょっとずれてるな、ずれてるけど。こっちは、あ、こっちにも置けますね。こっちに側にも置いて、ちょっと広めに作る格好。よし、広げて。うわ、滝の水しぶきかかって気持ちいいでしょここきっと。ちょっと待って、これ下はちょっとどうだ。下降りてちょっと見てみる。あー、滝が見えなくなっちゃうなこれじゃあ。困ったな。ガラスだけって置けない。あー、ガラスだけは置かしてくれないんですね。ここの人たちはもう、いやー、どうしよう。どうしよう。ここに作っちゃうと外観が悪いな。下の人が見えなくなっちゃうから。あー、わかった、違う、そもそも僕が考え方間違えてたな。こっち側に作ったらいいかな。そうか、だからこれ消して、
ここまでだったら許されるだろう。あ、ここならいいですね。ちょっと下スカート履いてる人おったらちょっとあれだけど。こうしてこっち側に伸ばしていったらいいんだ。オッケーオッケー。これで、うん、あっち側やったら許してくれますね、きっとね。もうちょっとあっち側伸ばすか。よし。あー、ここ滝すごいな。よしよし、ここまで伸ばしたらこっち側に伸ばしていきましょう。滝の中に入れるようにしよう。よし、とりあえずこのまままっすぐ行っていけるのかどうかですね。あー、ここダメですね。ここダメだ。もう一段上に上がっていかないといけないから、ここちょっと階段にするか。ここを階段にして、ちょっとずれてるな、これ。これもう一つ階段作るか、一緒のこと。あ、いいですね、ダブル階段。これで大勢乗客が来ても大丈夫でしょう。これいいじゃないですか、登る用と降りる用みたいなね。水濡れたくない人は来たらダメになるな、これでも。まあ一回そこまで気にせんでいいか。滝に濡れながら行くのがいいんだよな。これ設置難しいですよね、ほんと。あ、ここならいけるからこれに合わすか。 OKOK、 できたできた。引っかかんない。あ、引っかかんないですね。あ、大丈夫大丈夫。よしよし、これ伸ばしていきましょう。あ、こっから中ですかね。ここ完全に中入り口一歩手前ですね。もうちょっと広げるか。まだまだ広げるか。もう下地面ですね。こっから下に降りれるようにするか。よしよし、登れる。あ、普通に登れますね。オッケーオッケー。じゃあもう一つこっちに階段作りましょう。よし、オッケーオッケー。これも登れるか。あ、登れますね。オッケーオッケー。よしよし、これでここを皆さんに楽しんでもらえるようになりましたね。あとちょっと危ないから、ここら辺にもフェンスがいるな。こことか絶対危ないですよね。フェンスつけよう。フェンスはどっから作ろうかな。ここら辺まだ大丈夫なんですよね、きっと。あー、ここは悪さしそうだな、こん中入って悪さしそうだから、こっからフェンスしよう。こっから行ったらダメだです。こっちも危ないかな。危ないとこはやめてましょう。フェンス作って、よしよし。あとはここちょっと道が危ないので、フェンスここもしときましょう。 OKOK、 こっちはフェンス OK だ。さ、これ最後のフェンスですね。 OKOK、 いいですね。これで危険じゃないでしょう。あ、ここ、あ、これ危ないな、ここ危ないな。でも今これフェンス作ったら、これここ邪魔ですよね。これなんかできないかな。ここを阻止したらゴミ捨て場にしよう。シュレッダーマシン置いちゃおう。よいしょ、ここを通さないためにシュレッダーマシン置きましょう。2つ置いとったらちょうどいいですよね。うん、出れない。オッケーオッケー。これであれですね、行き帰りここでちょっとゴミを捨ててもらって帰るといいじゃないですか。で、あとエリアランプ置いときましょう。オッケー。これちょっと同化してるな、赤色。とこっから、あー、あ、どうだ。あ、見えますね、見える見える。ちょっと遠く見えにくいですもんね。ところどころエリアランプ作りましょうか。よし、こっからエリアランプちょっと置いていきましょう。これに合わせて、よいしょよしよし。あ、これで分かりますね、道が。こう遠くまで行っちゃうと、遠くからだと分かりにくいですもんね。いいですね。これ何色にしよう。緑だったらどうかしないかな。緑色。あ、緑分かりやすいですね。よし、緑にしよう。ここ、これどうだ。あー、分かりやすいですね。
よしよし、こっちが道ですよってことですね。よしよし、これも緑にするか。これ緑にしときましょう。うん、オッケーオッケー。でこっから初めて来るお客さんはドキドキですね。でここから抜けたらおーっていう感じですよね。いいじゃないですか。よしよしよし、ここまではいい感じだな。この中にも何か作りたいけど、でもここ景観失いそうですよね、何か作ると。だここに魚を住まわせてもいいな。あ、ちなみにいてる？あー、ダメだなこれ。夢が広がるね。あとこっち側行ってなんか危ないとこあった。あー、ここは自由でいいか。本来だったらこの滝の真下ですね。真下にフェンス置いた方がいいんだろうけど、フェンス置いたら景観悪くなるからやめるか。もうここは自己責任の世界だな、もう。よし、あ、こっから戻ってきますね。ここ道になってるんですね、今思えば。ほら、実はここ道だったみたいな。これいらなかったんじゃないじゃん。まあいいか。あ、ここ上がれないな。ここ上がれないわ。階段作る？作れんのかこれ、階段。あ、階段作れますね。階段作っとかないとちょっとお客さん上に上がれないですよね。よしよし、いいですね。ここで階段上がっていけるな。オッケーオッケー、両方作っとくか、階段。よいしょ、よしよし、これで大丈夫だな。ここで楽しんでもらってもいいし、今んとこ多分これ夜ですよね。もう夜だとどうなるんだろう。ああ、ここも見にくくなりますね、夜だと。まあまあいいか、これはこれで。この中を楽しむっていうのもいいですよね。あ、綺麗ですね。すごい分かりやすい、どこに道があるのか。こっち側にも置いた方がいいかな。いや、こっち側いいでしょ、開放的にしたいから。あっち側に繋がってんだなって分かればいいから。ああ、いいですね。夜になるとますますここ分かりやすくなるから、夜に来るのはいいかもしれないですよね。あ、ここちょっと見えないな、夜。ああ、夜になるとちょっと真っ暗、結局ちょっと分からないな、ここ。野外ライト置こう。あ、いいですね。明るくなった、明るくなった。よいしょ。あ、これで明るいですね。夜でも大丈夫だ。オッケーオッケー。あ、もう朝になってたわ。あ、でも分かりやすくていいですね、ライトある方が。自分がお客さんになった立場でちょっと考えてみよう。まずはこう来て、おお、滝だーって言って喜びつつ、こっち側の水族館入るんですね。水族館入っていって、魚さんと戯れて、さらに戯れた人は中に入って、おーっと言いながら中に戯れて、ここで階段上がっていって満足して、でこっち側行って、こっちの外覗いて滝を浴びてもらって、いいねーって言って、でこっち側来て、でまずは下に降りて、さらに楽しみたい人はここの魚と戯れて、で上に上がって、また上に上がって、でここでまた滝にですね、打たれまくっていい感じですね。まあここからダイブしてもいいですよね、別に。ダイブしたい人はしてもらって、で洞窟が気になる人はこっち側ですね、明かりがあって分かりやすい、こっち側進んでもらいましょう。で仮にもですよ、仮にでもゴミを持ってたらここでちょっと捨ててもらいましょう。ゴミをポイと捨ててもらって、よし。でさらに奥に進んでいきましょう。でこの滝とこの洞窟の間ですね。あ、いいですね、ちょうどいい具合。ちょうどいい具合ですね。
ここで階段降りていくと。あ、いいじゃないですか。あ、いいですね。よしよし、わかりやすいぞ。で、これ帰るときだ。帰るときはこっから登っていって。こう。浴びつつですね。浴びつつ帰ってもらう。仮にでもですよ。仮にもゴミがある場合はここで捨ててもらう、また。で、ここから帰ってもらうと。名残押しつつ帰ってもらう。で、さらにまだちょっと海で遊びたいな、川で遊びたいなと思ったらここで飛び込んでもらって帰ってもらうとか。いいですね。よしよし。これは水族館と滝の融合ですね。滝と水族館の融合ができたな。金の宝箱があったところ、あそこにも水槽を置いたらいいんじゃないかなと思ってるんですけどね。今 15.77T か。一般的な幼虫まで22か。もう少しじゃもう少しですね。ちょっと待ってみようかな。超合金取れるところの近くの宇宙船、あれもう一回行ってみるか。あ、言ってる言ってる、やっぱりプシュー言ってる、プシュー言ってますね。何だったんだこれ。ちょっと中覗いていくか。ないか。何なんだろうな、プシュプシュ。何なんだろうこれ。やっぱバグなのかな。特に開けるというようなところがなかったんですけど。うん。あともう少しだな。よし、なった。来ましたね。新しい設計図。一般的な幼虫。これはさすがにインキュベーターだろう。あ、あったあったあった。一般的な幼虫。あれ？これ卵もここでできるんだ。そうだったんだ。今頃気づいちゃった。しかし一般的な幼虫、これすごいな。変幻ティア3とか使うんだな。まあまあ、魚はね、ライブ配信で見つけに行きましょう。